スズレオリとうママンダラズとうママンダラとうママンダラとは、奈良の大間寺に伝わる、中上尾目伝説のある、ハスイトマンダラと言われる根本マンダラの図像に、基づいて作られた浄土マンダラの総称である。マンダラという用語を用いているが、密教の大蔵会、混合会の領海マンダラとは、無関係である。浄土マンダラという呼称は、 密教の図像名を借りた俗称であり、正式には、浄土変装図である。浄土変装図の図像としては、友光曼荼羅と呼ばれるものと、清美曼荼羅と呼ばれるものとがあり、東馬曼荼羅と合わせて、浄土三曼荼羅と称されている。その中で、東馬曼荼の特徴は一見して図像が四つの部分に区切られており、他の浄土図に比べて、極楽浄土中の存像も数多く描かれ、 複雑な画面構成をしているという点である。これは、本図が、浄土三部教の、官無量受形で説かれる内容を忠実に描いている、点によっている。このことから、官業曼荼羅とも言う。本図を見るときは、まず画面に向かって、左側の区画を、下から上に向かい、ラージャガハの悲劇と言われる、序文の内容を見る。つまり、アジャセが、台場だったのすすめによって、 王の貧馬車羅を遊兵して貸しさせようと図った。さらに、それを阻止しようとした母の伊代家夫人までをも、遊兵した。それを嘆いた伊代家が、霊衆さんの釈迦に、安楽な世界についての説法を求めるという内容が、描かれている。近東園、初茂雄え、金母園、初茂、二重医薬医や、初茂、二重金期を支援券行園、示世間園かゼ園。 第二は、画面に向かって、右側の区画を上から下に向かい、釈迦外大家に対して説いた十三漢報の図が描かれている。日僧館,館、水僧館、法治館、法治館、法治館、法老館、風座館、継造館、新人館、観音館、戦士館、広志王城館、雑草館である。第三は、画面下方の全部で十箇所に区切られた区画を見る。中央の文章の痕跡が記された区画は、 本図の根本曼荼ラが破水戸でおられたという演技を、記した由緒書きの跡である。その左右に、向かって右から左へ、九本王女の様が描かれている。左から、上本上昇上本中世上本下昇中本、上昇中本中世中本下昇下本上昇下本、中世下本下昇の旧図である。最後に、中央の阿弥陀浄土図を見ることとなる。前面に、 蓮池が描かれ、その地中の蓮月中からは王城者が生まれている様が見え、その池のあぜでは、阿弥陀と王城者の不死生迎えの様子が描かれている。また、中央には、阿弥陀、観音、聖止の三尊を中心とした少女が描かれ、その後方には、左右対称に、宝閣が描かれている。空中には、三下や、各種の楽器とともに飛天が舞い、 極楽浄土の様子が描かれている。東馬ママンダラは、浄術のごとく、寒無量樹形に基づいた、変装図なので、浄土変装図の中でも、寒行変装図と呼ばれる図像を指すことになる。寒行変装図は、東馬寺が発祥ではない。中条姫織製の伝説のある、根本マンダラの原本も、近年の調査の結果、伝説のような破水糖を折ったものではなく、 錦式の綴れ織であることが判明している。しかも、同時期の日本に見られる綴れ織と比較して桁違いに密度の濃い、非常に高い技術を要する織り方がなされていることもわかっている。そのことから、原本は中国製なのではないかと推定されている。中国における官僚変装図となると、日本に現存するような軸装の原本なり、資本の図は見られないが、 壁画としての遺品は多く見られる。東大では、トンコ抜光屈の壁画中に何点か見られる上、宋大でも大足石刻中に、官境変装図像が見られる。ありがとうございます。